先輩の路上ライブ見て一目惚れしたの。私人と関わるの大好きなんです。先輩分のノルマ見つぎたい。もっと頑張らないとね。きたー。うわー、どんどん楽しくなってきたね。小僧さん、ウォッチザロック10月8日放送開始。結束バンドに入って先輩の娘になりたかったの。友達より深く見